はい、こんにちは、グリードです。今日はね、何やら Call of Duty の運営さんからこんなものが届きました。ででん！なんだこれはバカでかい本ですね、本。どうしろと言うんだいって感じの。まあ、これを開けると、はい。ちょっとわかりにくいかな？中身はこんな感じになっております。これは、今回の BO6 のテーマエンブレムだよね、これ。These planes are quite destitute of water, and nothing is to be seen of them. ちょっとよくわかんないです。水が乏しい、ない。and nothing is to be them. それが何もないと見えない。水がないと見えないってことあ、何これ？これはスプレーだね。思ったけどこれ何でできてるんだこれ。絶対違うと思うけど、見た目がすごい大理石っぽいけど。多分そういうことだと思うんですけどね、この入ってたスプレーボトルに水を入れてきました。で、ここに水が足りないって言ってるから、こういうことじゃない？出ない。あ！これ大丈夫かな？お！こっちはない。こっちはない。なんか文字が出てきた。ここにも、びちゃびちゃや。濡らしたら文字が出てきた。で、ここに書かれてるのは、Call of Duty Next。そして、下には、これちっちゃいけど、8月28日、ワシントン DC だって。これってつまり、COD の先行プレイイベントに招待されたってこと？はい、すいません。茶番ですね。知ってました。そもそもね、NEXT に招待された方へ、プレゼントがありますって感じで送られてきたので、もうしてたんですけど、今年も COD NEXT の方にご招待いただきましたので、行ってまいります。アクティビジョンさんありがとうございます。今年で3年目になりますね。いや、なんだかんだもう3年経ちますね。最初の COD NEXT から。COD NEXT ってなんじゃらほいって人はね、まあ、軽く説明するとね、まあ、COD 新作の、発表先行プレイイベントだね。で、世界中から、まあ、だいたい200人ぐらいいつも、ストリーマーを呼んで、開催するオフラインのイベントなんですよね。今まではロサンゼルスの方で、まあほんと200何人ものストリーマーが集まって、なんか最高級ホテルも用意されてっていうすんごいおもてなしで、で、オフライン会場はね、もう200人が同時に 2PC 配信できるような環境が揃ってるっていう、もうかなり力の入ったイベントだったんですよね。ね、今年はね、なんかね、めちゃくちゃ力入ってますって言われたんですよ。すごい楽しみにしててくださいみたいな。でも今までも相当力入ってたと思うんだけどね。あれ以上ってどうなるんだって感じなんですけど、本当に。で、8月28日って書かれてるんですけど、おそらく日本時間だと8月29の午前0時になるかなと思います。まあ、AI に聞いたらそんな感じでした。なので、その時間から僕の YouTube チャンネルで新作の Call of Duty Black Ops 6の先行プレイ配信を今年もやりますので、まあ、ぜひね、YouTube 見に来てください。まあ、通知オンにしといてくださいってね。まあ、さっきね、このエンブレムをね、撮った時にね、なんか、この裏に、なんか、カードが入ってて、ポロってね、なんか COD NEXT の招待状が入ってました。すごい、結構しっかりした頑丈なカード。今までアメリカ何回も行ってるけど、ワシントン DC は初めてですね。なんか今年はすげえ力入ってるらしいから、ちょっと楽しみっすね。今回はね、ちょっと Vlog もたくさん撮りましょう。そして、8月29、おそらく0時、ね、配信にてお会いしましょう。で、これは、これどうしたらいいんだ？